マルチメディアアーティストの高島真希子と申します。私はこれまでイギリスのロンドンでアーティスト活動をしておりまして、2年前に日本に帰国しました。私のアートの特徴は、さまざまな分野専門家の方々と共同しまして、新しいテクノロジーを使った二次作品、平面や立体などを作っております。今回の作品のコンセプトなんですけども、アイデンティティをテーマにしております。日本に帰ってきて自分のルーツや東洋思想ということに非常に興味を持ちまして、今回は仏教をメインにしまして、こちらの作品はインドボ大樹を 3D スキャンしましてプリンティングした作品です。後ろの作品は古来の水鏡や仏教でいう御神経をテーマに作っておりまして、今の現代ですと自分の自己像というのがどんどんこうクリアにソーシャルネットワークなどで増殖していくかと思うんですけども、本来の自分というのはもう少しこうそんなにはっきりしない個の存在だと思っておりまして、それが自然本来の姿に戻った時にどのような姿を持っているかというものをテーマに再考しております。今回このような賞をいただきまして大変光栄に感じております。私の作品は自分一人で作るというよりも多くの方々とコラボレーションを作りしながら作るものですので、私一人の力だけではなく皆さんの素晴らしい知見やアドバイスなどをいただきながらこのような賞をいただけたかというふうに思っております。またこちらの賞を通しまして美術関係者の方々とお会いし、さらにアドバイスをいただくことによって自分の作品をよりブラッシュアップできるという可能性を感じておりまして、非常に今回は賞をいただきまして嬉しく思っております。ありがとうございました。